ブワディスワフ・オポルスキは、ビエルニコー、およびオポーレラチブシコー。オポーレラチブシコーカジミエシュ一世の次男で、母は、ブルガリア貴族の娘とされるビオラ。父が1230年に死去したとき、ブワディスワフとニエビエシュコ二世は、まだ幼かったため、母ビオラとブロツワフ公、ヘンリク一世への貢献を受けた。1234年、オポーレを完全に支配しようと目論んだ。 ヘンリック一世は、オポーレクゲの公師たちの世襲権を否定しないまま、彼らの領地を、オポーレからカリシュに移した。4年後の1238年、ミエシュコ二世は青年に達し、ヘンリック二世は、ミエシュコ二世にオポーレラチブシュの統治権を引き渡さざるを得なかった。しかしこの後も、ブワギスワフと、母ビオラは、カリシュに残り、ビオラは、 カリシュの統治者である次男が1241年に成人するまで摂政役を務めていた。1241年にヘンリク2世がレグニツァの戦いで戦死すると、ブワディスワフがカリシュとビエルニを保持し続けるのは難しくなった。ビエルコポルスカコープシェミス1世が勢力を伸ばしてカリシュを回復しようとしたため、同地域の喪失は実感の問題と言えた。結局、 ブワディスワフは1244年に仮死を失い、5年後の1249年にはビエルにも奪われた。1246年、兄のオポーレコーミエシコ2世が急死し、ブワディスワフがすべての医療を継承した。行為を継いで間もなく、ブワディスワフは兄が3年前に獲得したレルフを失う失態を犯した。知性の始まりにつまずきを経験したものの、ブワディスワフは、 他の諸公とうまく渡り合い、治療がそれ以上失われるのを食い止めた。13世紀前半のうちに、ブワディスワフは、ビエル・コポルスカの諸公との関係を修復した。彼は、ビエル・コポルスカとの新たな同盟関係を築くために、カリッシュとビエルニを諦め、さらにプシェミス一世の妹エウフェミアと結婚した。ブワディスワフは結婚後すぐに、他のポーランド諸公と同様、 バーベンベルク家の断絶を発端とするハンガリーと、ボヘミアの戦争に巻き込まれることになった。最初、ブワディスワフは、ハンガリーを支持し、ポーランド大公ボレスワフ5世によるオパワと、クープチチェンに対する攻撃を支援した。しかし1255年、理由は不明だがブワディスワフは、ボヘミア王をおたかる2世に倶えし、1260年には、クレッセンブルンの戦いで、 ハンガリー人を敵に回して戦った。ブワディスワフにとって同盟者を変えたことは現実的な利益につながった。まもなく自らの広告とボヘミア王国との国境が確定されたからである。1262年のダンクフでの会議において、ブワディスワフはおたかる2世、ボレスワフ5世、義兄のビエルコポルスカ公、ボレスワフとの三者の同盟を結ばせようと奔走したが、 具体的な成果を生むことはなかった。ブワディスワフは1273年に一度だけ、クラック不幸の地位を狙った。ブワディスワフは、ボレスワフ5世の同盟者であったにもかかわらず、兵力の一部を、マオポルスカに差し向けたのである。決戦は1273年6月2日に、オルクシュ近郊のボグチンズジで繰り広げられたが、この戦いで、ブワディスワフは敗北した。 同年の10月には、ボレスワフ5世が報復として、オポーレラチブ州への遠征を行ったが、クラクフ軍は、同行国の一定の地域を破壊するにとどまった。翌1274年、ブワディスワフとボレスワフ5世は和平を結ぶことに同意し、両国が国境を確定することが約束された。ブワディスワフがクラクフに対する要求を取り下げることが、条件とされる。 1278年8月26日に、マルヒフェルトの戦いが発生。オタカル二世は、ローマ王ルドルフ一世に敗れて戦死した。ボヘミア王と、良好な同盟関係を築いていたブワディスワフだが、今回は王に対する軍事支援を行っていなかった。この戦いで、オタカル二世が戦死したという法を聞くと、ビワディスワフは、すぐさまオパバを攻撃した。 おそらく同志を占領するつもりだったと思われるが、ボヘミアの首都プラハでは、混乱状態がすぐに沈静化し、燃焼の申告をバーツラフ2世のもとで強力な、殺傷政治が敷かれたため、ブワディスワフの狙いは、失敗に終わった。悪化したボヘミア王国との関係を修復するため、ブワディスワフは1281年のウィーンでの会議に、出席した。この会合で、 ブワディスワフはブローツワフ公、ヘンリク4世という新たな同盟者を獲得した。ブワディスワフはヘンリク4世に娘のコンスタンツヤを嫁がせ、この結婚と同時に両者は同盟を結んだ。ブワディスワフはポーランド王として退官しようと目クロム向こう、支援していた。もしこれが実現すれば、コンスタンツヤはポーランド王妃となるはずだからである。内政においては、 ブワディスワフは、前任者たちの事業を受け継いだ一方、領内における教会の影響力を増進させていった。彼は、多くの修道院を建設したが、ラチブシュのドミニコ会の者、ルディの死闘会の者、ボォジスワフとゴーグベクのフランシスコ会の者、オルロバのベネディクト会の者などが有名である。彼の治世中で知られるのは、広告内のほぼすべての都市に、マクデブルク法が適用されたことである。 ブワディスワフは1282年の8月27日から9月13日の間に没し、ラチブシュのドミニコ会修道院に葬られた。1251年、ビエルコポルスカ工ブワディスワフをドニツの娘エウフェミアと結婚し、5人の子女を設けた。ミエシコ一世、カジミエシュボルコ一世、コンスタンツア1280年、ブローツワフ公、ヘンリク四世と結婚。 1286年に離婚プシェミスワフ。ありがとうございます。